こんにちは。これからストレッチを一緒にやっていきましょう。辛い痛みと骨粗鬆症でお悩みの方に、お悩み解決につながる情報を整形外科医の渡辺淳也がお送りします。本日解説を務める理学療法士の牧です。キャット&ドッグです。体幹全体を連動させ可動域を広げる運動です。腰痛改善、姿勢改善があります。2つ目は坐骨神経ストレッチです。腰痛、神経痛の軽減、神経筋血流量の増加が見込めます。ありがとうございました。次回もまた一緒にストレッチ頑張りましょう。最後までご視聴ありがとうございました。コメントや高評価をいただけると次の動画を作る励みになります。このチャンネルでは痛みや骨粗鬆症にお悩みの方にお悩み解決につながる情報をお届けします。チャンネル登録とベル通知をしていただくと自動で新着動画の連絡が来るので便利です。それではまた次回お会いしましょう。